久しぶりに魔女っぽい格好しているよ。ちゃんとした勉強机とか作業台だとそれと使えるよね。パソコンね。ちゃぶ台とかだとね、やりにくいね。で、今寝転んでやってるんですよ、そういう時はね。でもこれちゃんと勉強机とか、これは作業台だけど、見る？よいしょ。大丈夫。作業台だったら、ちゃんと座ってできるよね。そんなもんですわ。あとね、寝転んで喋るとね、次元論もしやすい。なんでかっていうと、ずっと前の次元思い出しやすいから。絶対にね。だからそれまでに、四つ足なども輪廻してるからね。人間だけ転生するんじゃなくて、その間に次元と次元の間にね、うちは他の生き物に輪廻してる時があるでしょ。だからその寝そべった方が思い出しやすいの、次元論は。実はでもこの次元に集中したことっていうのはやっぱりね、ちゃんと人間らしくね、こうやって座ってやった方がね、やりやすいね。当たり前やね。